インシステム戦闘モード起動。ミッション開始。オーバーシェアの正体、パラサイトモジュールを全て破壊します。制御ブロックに目標を破壊。この区画にはもうないようです。先に進みましょう。強化人間 C4621 レイブ、こちらの戦況を共有します。あなたのハンドラーはやはり手強い。ボルター、無限ブロックの引き換えされたモジュールはあと2つ。進みましょう、レイブ。旗色が悪いね。こんな時ビジターがいれば。621は死んでなどいない。あんたもそう考えてたかい。ザイデンをブロックする準備をしておけ。あいつは選択した。今や俺たちにとってザイデン。全ての目標を破壊。残念ながら敵の方が一手早かったようです。強化人間 C4621 レイブ、ザイレム制御中枢に向かってください。ハンドラー・ウォルターおよびカーラ、この両名については私が対処します。 AP 残り 50%。バスキュラープラントへの衝突は回避されました。それからこちらの対処が終わったことも報告しましょう。